どうも皆さんこんにちは。そして初めまして、新人声優の小塚亮介です。この度 YouTube を始めることになりました。イエーイ。なれはい、ということでこのチャンネルではラジオやゲーム実況、歌や踊り、検証動画などいろいろなことにチャレンジしていきたいと思っております。ただ今現在こんな状況なので、当面の間は自宅で撮れるものをメインに投稿していければなと思っておりますので、温かい目と耳でご視聴いただければと思います。ということで、なぜ YouTube 開設に至ったかと申しますと、簡単に言うと家で楽しめるエンタメを発信したかったっていうことなんですけれども、やっぱり今社会ではまあいろいろと自粛で経済も大変なことになっていたり、皆さんの中にも大変な思いをされている方っていうのはたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思いまして、今楽しめるものもなくなってしまったりと、本当に辛い日々を過ごされているんじゃないかなと思います。で、僕も普段めちゃめちゃポジティブで結構楽しいことしか考えないタイプなんですけど、今回なんか家族だったりとか友達、大切な人たちの命が危ないかもしれないとか、もちろん自分の命も危ないかもしれないとか、結構いろいろ考えてしまって、なんかこうどうしようもなく不安になってしまって、普段そういう気持ちって結構自分でさっと消化できるんですけども、やっぱり目に見えない恐怖っていうのがこう自分の中で積もっていっていたのかもしれないですね。不安になってどうしようもなくなってしまう瞬間っていうのもあったんですね。これ聞いてくださってる人の中にもそういう気持ちになってしまった人っていうのはいるんじゃないかなと思うんですが、そういう不安な気持ちを吹っ飛ばすことができるような楽しいコンテンツを作りたいなと思って、はい、今回僕の場合ですね、YouTube の動画を見させてもらって楽しく過ごせるっていうことが多かったので、僕の周りの人たちにもこんな時間を提供できたら嬉しいなということで、事務所と相談しまして開設させていただけることになりました。ありがとう。ということでね、皆さんの中でこれをやってほしいとか、これについて話してほしいとかあれば、こうチャンネルに記載されている応募フォームにじゃんじゃん送っていただければと思います。その方が僕も取りやすいので、本当に些細な思いつきでも送ってくださいね。で、まあ冒頭で言ったように、このチャンネルで結構いろんなことに挑戦しようかなと思っているんですが、ちょっと欲張りだけどね、はい、中にゲーム実況、やっぱり自宅でできるなっていうのがあったので、ちょっと僕もゲーム実況見るのとっても好きなんで、ゲーム実況やってみたいなということでやらせていただこうと思っているんですけども、俺本当にゲーム下手なんだよね。本当に下手なの。なんかさ、実況者さんってみんな基本上手いじゃん、ゲーム。俺どのぐらい下手かっていうとね、まあ友達4人でマリオテニスをやったんですよ。で、まあ20戦ぐらいやってめっちゃ盛り上がって、楽しいんだよねマリオテニスで、20戦ぐらいやったんだけど、僕が勝ったの2回とかです。2回、嘘だろって思ったよね、自分でも。なんかもうさ、マリオテニスとか僕はちょっとあんまりゲームのハードを持ってたりしないので、そういったゲームは友達ん家に遊びに行った時とかしかできないんだけど、もうなんか、ね、言うでできるでしょみたいなちょっと思ってたの、ゲーム実況見てるし。マリオテニスが実況で見た見たと思ってやってみたら、もう全然できなくて、もうボロクソに負けて、こう2対2でやってたんだけど、僕と同じチームになったやつは必ず負けるっていうめちゃめちゃなんか死神みたいなプレイヤーでしたけれどもね。実はね、小学校の頃ももうボロ負けだったのよ。仲のいい友達が一人いて、その子と俺ん家でこうゲームやってたんですよ。で、レースゲームとかサッカーゲームとかいろいろやってたんだけど、もう何やっても負けよくそれでゲームやってたよなって感じだけど、やっぱりなんかゲームって下手くそでも楽しいんだよね。なんか下手でも楽しめる、楽しめない人もいるかもしれないんだけど、ゲームって下手でも楽しめるものだと僕は思うので、
まあなんか結局誰とやるかが大切なのかな。はい、まあそんな感じなんで、ゲームクソ下手な初心者が、まあ、ただ楽しくゲームをするだけという、なんか、普通の実況者とはちょっと違う動画になってしまうような気もするんですけれども、なんか、うわ、下手くそなのになんでこんな楽しそうにやってんだよ、みたいな、笑い飛ばしてくれたら、本望ですので、ぜひぜひ、見てやってください。あと、見てくださる人の中で、あ、このゲーム知ってるとか、あ、このゲームやったことあるとかいうゲームだったら、ぜひ、そこはこういう風に、切り抜けた方がいいよとか、あそこを探すとこれが落ちてるよとかっていうアドバイスとかも、じゃんじゃんしていただきたいので、いかんせん僕下手くそなので、ぜひ、コメントとかもそういうので、していってくれたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。ということで、まあ、YouTube やっていきたいんですが、まあ、いろいろとやっぱり許可だったり、なんだったりで、更新ペースっていうのはかなり遅くなってしまうとは思うんですが、できるだけ頑張って更新していきたいとは思っておりますので、何卒よろしくお願いします。もし月に1回とかになってしまったらごめんなさい。まあでもいろいろ権利とか、結構複雑な問題もございますんで、ご容赦ください。はい。ということでね、初めましてのご挨拶のラジオですので、今回はこの程度にしておきたいと思います。では、また次の動画でお会いしましょう。小塚でした。バイバイ。